魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。投げ売り規制からだいぶ経ったけど、一括1円のスマホはエントリーモデルくらいだよね。一部のミドルレンジモデルも安くなってたりするけど。そうですね、このポップも家電量販店でよく見かけるけど、実際どうなんだろうね。性能とか上がってきてんのかな。やっぱり気になりますよね。そんな黒テコのために、今回はシャオミレッドミー 12 5G の実機レビューをしたいと思います。って買ったんかい。相談されてないんだけど。このチャンネルではスマホやタブレットの最新情報や格安 SIM やお得情報を幅広くお届けしています。年度末までにチャンネル登録2万名様を目指して奮闘中。あと4200名様間に合わん。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。今回テコが購入したのは、機能も見た目もちょい上スマホ、シャオミレッドミー 12 5G、 UQ モバイルモデルです。ポーラーシルバー、スカイブルー、ミッドナイトブラックの3色展開。保護フィルムは貼り付け済み。中には TPU クリアケースと SIM ピン、クイックスタートガイド、充電器やケーブルは同梱されていません。テコはスカイブルーを購入しましたが、可愛いカラーリングとデザインがとても気に入りました。購入後 OS アップデートを実施して Android バージョンは14になっています。高さ 169mm、 幅 76mm、 厚さ 8.2mm、 重量 200g。 実機を測ってみると重さは 201g、 付属のケースをつけると 223g。 結構大きい分重さもあるから好みが分かれるスマホかもね。大画面 6.8 インチ液晶ディスプレイ、解像度は 2460×1080 ドットのフル HD プラス、リフレッシュレート最大 90Hz、 最大輝度552と画素密度 396ppi。 エントリーモデルにしては解像度が高めで、リフレッシュレート 90Hz ってのはポイント高いね。バッテリー容量は大容量の 5000mAh、 18W 急速充電に対応。リフレッシュレートを 90Hz に固定してPC マークアプリのバッテリーテストを実施。 100% から 20% までの時間を計測してみると、結果は18時間4分。なかなかバッテリーの持ちはいい印象ですね。 IP53、 防滴防塵、お財布携帯、生体認証は顔認証と電源ボタン一体の側面指紋認証、マイクロ SD 3.5mm イヤホンジャック対応。赤外線ブラスターや FM ラジオも利用できますが、スピーカーはモノラルとなります。綺麗な大画面だし、動画視聴用にもいいと思うんだけど、モノラルなのはちょっと残念。 5G はドコモの N79 には非対応ですが、 4G は国内キャリアの主要周波数に対応。 Wi-Fi5、 Bluetooth 5.0、 NFC 対応、ナノ SIM プラス eSIM のデュアル SIM も利用できます。ソックはスナップドラゴン 4Gen2、RAM 4GB、 ROM 128GB。 4Gen2 は2023年6月に発表されたエントリー向けのソックです。アンチスベンチマークバージョン 10.2.3 のスコアは 399,469、 CPU 137,149、 GPU 49,504、 メモリ 112,630、 UX 101,86。温度上昇は緩やかで、3回連続でテストをしてみても35度前後。バッテリーの消費も全て 3% と安定しています。総合スコアもほぼ40万で安定してるね。ギークベンチ6のスコアはシングルコアスコア868、マルチコアスコア1924、 GPU オープン CL 403でした。 GPU バルカンスコアは何度やってもテスト中にアプリが落ちてしまい計測できませんでした。恒例のゲーム検証。遊ぶゲームはプロジェクト世界と原神。画質設定とかは変えずにそのまま遊んでみるね。まずはプロジェクト世界の軽量モード。指を素早く動かしてみたけど、スローで確認したらちゃんと全部反応してた。
問題はないかな。普通に遊べてると思う。次は 3DMV モード。さっきは問題なかったのに、素早くなぞると反応してないところが結構ある。ほら、こんな感じで。動画じゃ伝わりにくいかもしれないけど、軽量モードと比べると明らかに反応が悪くなった感じがする。 3DMV モードを楽しみたいならおすすめはできないかも。次は原神です。デフォルトの画質設定は低、フレームレート30、デバイスの負荷は緑色のスムーズの状態で遊んでみます。水中大丈夫そうかな。あれ？カクついた。しかも、なんか一瞬右側の色が変になったね。スローでも確認してみよう。次は負荷の重い砂漠のエリア。これはあかん。戦闘も試してみましたが、カクカクで反応も悪くなってしまいました。プロジェクト世界の軽量モードなら問題ないけど、 3DMV モードはきつい。原神は普通に遊ぶのもちょっとしんどいね。エントリーモデルだし、ゲーム性能に期待はしてなかったんだけど、想像以上のカクつきだったわ。カメラの性能はどうなのでしょうか。メイン広角5000万画素と200万画素の深度センサー。実際にいろいろ撮影してきたのでチェックしていきましょう。デコのお気に入りのエントリーモデル、MOTO G53Y5G とも比較してみます。広角、デジタル2倍ズーム、デジタル最大10倍ズーム、駅前のビル、千と千尋っぽいところ、おしゃれな盆栽。盆栽ではないのでは。シャングリラ、シャンデリアですね。いちごのパフェ、クリームソーダ、花、ハートのオブジェ、にゃおは、夕焼け、夜の繁華街の夜景モード。夜景モードで撮った看板。ここから MOTO G53Y5G と比較していきます。 MOTO G53Y5G の方が全体的に色味が濃くてはっきりしてる。これも色が全然違うね。 MOTO G53Y5G の方が雰囲気出てる。いちごパフェはどっちも美味しそうなんだけど、自然な色に近いのは Redmi 12 5G だね。クリームソーダのチェリーが MOTO G53Y5G だと不自然なくらい濃く映ってるね。映えるけど。花は MOTO G53Y5G のが私は好きだな。アートのオブジェも MOTO G53Y5G の色がくっきりしてて、文字のところも見やすい。夕焼けは Redmi 12 5G が白飛びしちゃってるね。 MOTO G53Y5G はいい感じ。夜の繁華街は Redmi 12 5G が全体的に光がぼんやりしてる。 MOTO G53Y5G はくっきりしてる。縦で撮ったマリオ像、美味しそうな壁。 Redmi 12 5G 1080p30fps で動画撮影もしてみました。手ブレ補正の項目はありませんでした。ガクガク、酔いそう。MOTO G53Y5G 1080p30fps 手ブレ補正あり。手ブレ補正は効いてるね。にじんだ感じはするけど、 Redmi 12 5G よりは全然いいね。ここからは MOTO G53Y5G とスペックの比較をしていきます。ディスプレイは Redmi 12 5G の方が大きくて解像度もワンランク上。動作がより滑らかなのは MOTO G53Y5G。 バッテリー容量とか充電速度は同じだけど、
バッテリーテストは MotoG53i5G の方が30分長持ちだった。ソックは MotoG53i5G はスナップドラゴン480プラス、レッドミー 12 5G がスナップドラゴン 4Gen2、 メモリは同じ。アンツツベンチマークスコアはなんだ、ほとんど同じじゃん。 CPU はほぼ誤差の範囲ですが、 GPU が約2万ほど、 MotoG53i5G の方が高いのです。メモリと UX はレッドミー 12 5G が上ですが、ゲームなどの映像処理は MotoG53i5G の方が良い結果になりました。Geekbench 6 では CPU スコアは Redmi 12 5G が勝っていますが、 GPU 性能は大きく劣っています。なんでやねんねんねん。機能面においては防水性能はやや Redmi 12 5G の等級が上ですが、スピーカーはモノラルなので MotoG53i5G のドルビーアトモス対応のステレオスピーカーと比べると見劣りしてしまいますね。価格は Y モバイルの MotoG53i5G が 21,966 円、UQ モバイルの Redmi 12 5G が 22,001 円。メモリが強化されたメーカー直販モデルはそれぞれ 34,800 円。あくまでもテコ個人の感想ですが、この2機種で比べると MotoG53i5G の方が良い点が多いと感じました。ただ Y モバイルオンラインストアだともう在庫がないのか販売していないみたい。実店舗ならまだ在庫があるところもあるみたいだから、気になる人は店舗を探した方がいいかも。まとめると Redmi 12 5G はカメラは価格相応、ディスプレイはエントリーモデルの中だと綺麗な方で、普段使いなら快適なリフレッシュレート 90Hz は嬉しいポイント。ゲーム性能に関しては旧世代のソックよりも性能が落ちちゃってるのは正直残念。スピーカーはモノラルで価格相応、バッテリー持ちは結構良かった。UQ モバイルの定価は 22,001 円。白テコの総合評価は星3つです。思ってたより高いね。エントリーモデルに求めるものは何なのか、人によって違いはあると思いますが、多くの方はエントリーモデルにカメラやゲーム性能はそこまで求めていないと思います。基本的な動作やバッテリー持ち、画質がある程度良ければそれでいいという方が多いと思うのです。その点を考慮すると Redmi 12 5G は抑えるところを抑えて、価格も低価格でバランスの取れたスマホだと感じました。現状エントリーモデルを使用している方の買い替えや、画面の大きなサブ端末を求めている方にはおすすめできます。防水等級が低いこととか、大きくて重いスマホが苦手な人にはおすすめできないけど、多くを求めない価格重視の人なら検討してみてもいいスマホかも。定価を考えたら年度末商戦が終わった4月以降でも MNP とか新規契約で一括1円はやってそうだし、気になる人はゆっくり考えてみてもいいかもね。んで、スマホを買う前に相談するって約束はどうなったのかな。覚えてないのかな。逃げろ。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安趣味やスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画か X のコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。今年からメンバーシップも解禁したので、ご興味のある方はメンバーになるボタンや概要欄から詳細をチェックしてみてくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。